二式練習戦闘機15試練習用戦闘機二式。練習戦闘機は日本海軍で使用された練習機である。記号は A5M4K。開発は渡辺鉄工所後の九州飛行機。96式4号艦船をベースに操縦席の後ろに共艦席を設け副操縦式とし、 胴体の両側面に安定ビレを設けた機体。生産数は、渡辺で4機、21空将で20機の合計24機。同じ A5M4K の記号に、96式、練習用戦闘機がある96式、環状戦闘機の胴体側面に安定ビレを取り付け、主脚の車輪服を撤去した機体である。 例式艦上戦闘機の登場によって旧式化した96式艦上戦闘機は多くの機体が練習部隊で使用されていた。しかし、短座のままよりも教官が登場した方が訓練がスムーズに行えることから、海軍は96式艦上戦闘機を複雑化した練習機の開発を1941年に渡辺鉄工所に指示した。 渡辺鉄工所は1942年6月に試作1号機を完成させた。試作時の名称は15試練習用戦闘機である。1942年12月23日、内礼兵第93号により2式練習戦闘機として正式採用された。量産は第21海軍航空ショーで行うことに決定した。しかし、この頃から、 訓練体系の変更があったことや、より実戦機に近い零式練習用戦闘機の開発が進んでいたことから、本機の存在価値は薄れ、1943年には製造中止となった。ありがとうございます。